タマリネ・タナスガーンは、タイの女子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス15位。身長165センチメートル、体重63キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス8勝を挙げた。タナスガーンは、芝に強く、2008年ウィンブルドン選手権で、 初のベスト8進出を成し遂げ、当地のテニス選手として最高成績を出した。両親ともタイ人であるが、タナスガーンの出身地はアメリカカリフォルニア州ロサンゼルスである。そのため、彼女はタイとアメリカの二重国籍を持つ。アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ、5歳の時に両親の故国タイの首都バンコクへ引っ越した。家族揃ってテニスをする。 恵まれた環境の中で、4人兄弟の家庭に育ち、1994年にプロ入りする。1996年、19歳の若さで、アトランタ五輪のタイ代表選手として出場し、ダブルスでベスト8に進出。1997年度の4大大会では、全仏オープンを除く3大会で3回戦に進出している。タナスガーンが、 国際的な名声を獲得したのは、1998年、全豪オープンでの活躍だった。この時の3回戦で、タナスガーンは1997年の全仏オープン、優勝者、イバマよりを6から0、6から2で圧倒した。続く4回戦では、フランスのサンドリーヌ・テスチュに6から3、1から6、2から6の逆転で赤敗する。 ウィンブルドンでは1998年の2002年と2004年の6度に渡り4回戦まで進出したが長い間ベスト8の分厚い壁に阻まれてきた2003年度はダブルスでマリア・シャラポワとコンビを組んだ優勝が2つあった1つはルクセンブルクの大会でもう1つは日本のジャパンオープンであるシャラポワはジャパンオープンでタンプ国間を獲得し 世界への第一歩を踏み出したが、ダブルスのパートナーがこのタナスガーンであった。シングルスでも全米オープンで初の4回戦進出があり、第5シードのアメリモレスモに2から6、2から6で敗れている。2004年は全米オープンで女子ダブルスのベスト8進出があり、パートナーはリーゼル・フーバーと組んだ。2007年全豪オープンにて近年は怪我に苦しんでいた。 話すがーんだったが、2008年6月に予選からの出場となったウィンブルドンの前哨戦、オランダ、オルディナオープンにおいて久々の好成績を挙げた。予選から決勝戦に勝ち上がり、当年度の全仏オープン準優勝者、ディナラサフィナを7から5、6から3のストレートで下し、自身のキャリアで5年ぶり2度目の女子、ツアーシングルス優勝を遂げた。 続く2008年ウィンブルドンでは、2004年以来4年ぶり、7度目の進出となった4回戦で、第2シードのエレナ・ヤンコビッチに6から3、6から2で解消し、悲願のベスト8入りを決めた。初進出の準々決勝では、大会前年度優勝者のビーナス・ウィリアムズに4から6、3から6で敗れた。2009年、オルディナ・オープンを連覇。2010年、 大阪で行われた HP ジャパンオープンの決勝で、クルムダ・テキミコを下し、シングルスツアー通算4勝目を挙げた。2011年ウィンブルドン選手権のダブルスでは、マリナ・エラコビッチ特務自己最高のベスト4に進出している。予選から勝ち上がり、準々決勝では、第3シードのリーゼル・フーバーリサ・レイモンド組に4から6、7から6、 13から11で勝利している。準決勝では、サマンサストーサーザビーネリ式組に3から6、6から4、6から8で競り負けた。タナスガーンは2015年5月の岐阜での、株大会に出場したのが、最後の試合となり、2016年39歳で、現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。